福島スカイパークは福島県福島市大雑誌にある農道離着陸場。福島県や福島市が国の補助を得て県ありに建設し1998年4月に開場した。正式名称は福島市農道離着陸場。別称は福島飯坂飛行場。当初は農道離着陸場の本来の目的である 農産物の輸送用として計画された。解説の順番は8番目。国内最後の農道離着陸場となった。会場当時は、福島県北部の市長や JA などが農産物空輸促進協議会を結成して、この地方特産の桃、梨、キュウリなどを、軽飛行機で首都圏に移送していた。しかし、首都圏まで2 0 0トル程度であるため、 輸送時間はトラックを利用した場合と1時間程度しか差がない上に、運賃は約3倍かかることから利用されなくなり、他の農道に着陸場と同様、計画の甘さが問題となった。そして、2006年には農産物空輸促進協議会が解散した。人口密集地から離れており、もともと定期路線もないため、スカイスポーツ用の飛行場として利用されることが多く、 特に国内では練習場所の確保が難しい極技飛行の拠点となっており、全日本極技飛行協議会も開かれている。2002年からは、極技飛行士の室谷義秀が拠点としており、レッドブルエアレースワールドシリーズに備えた練習飛行や機体の調整を行っている。また、室谷をスポンサードするブライトリングの顧客向けイベントなどが開催される。上以外には、 福島の警察や消防によるヘリコプターの訓練、ラジコン飛行機のイベント、オートバイのドラッグレースに使われている。2015年には自動車部品メーカーのサードが軽飛行機の研究開発拠点にすると発表した。2016年には日本体育大学が開設を予定しているパイロット、養成講座の国内拠点とすると発表した。また当期は閉鎖されていたがサードが 開発拠点にしていることも考慮し、当期も会場をする方向で調整している。2003年には、福島県から、福島市に施設が移譲され、2006年4月からは、施設の管理が、市から特定非営利、活動法人福島飛行協会へ委託された。農道空港協議会解散空輸低名、伊達の自治体など撤退福島市は継続。 読売新聞2006年4月15日付、東京本社長官27面。イベントクラブブライトリングチャレンジフライト2015、ブライトリング、ブライトリングジャパン労働空港を、経費行機開発拠点に、福島で、愛知の企業が計画福島民放、AB 福島から、飛躍スカイパークで研修へ、日体大前で、 パイロット講座解説県内ニュース福島民報企画趣旨ラフェスタミレミリア2018組織委員会2019年3月18日閲覧ラフェスタミレミリア19日開幕裏番イルート復活福島民有ニュース福島民有新聞社2018年10月18日2019年3月18日閲覧ありがとうございます